セミの声聞こえますか？これが日本の夏。 Hello everyone! 名鉄電車のプラットフォーム、名鉄電車プラットフォームに新しい自動販売機ができました。じゃじゃん。こちらの自動販売機4つあるので、1つずつ見ていきたいと思います。まずは、名鉄商店。自動販売機何があるのか。おお、タルトチョコオレンジ。わあ、抹茶抹茶フロランタンタルト。あー、ちょっと光ってるかな。冷やし芋プレーンタルト。ツバメパンかな。ツバメパンって前にビデオ作ったけども、このラスクが売ってて、 あとはあられ。あられはラーメンの味だね。あられって書いてあるね。それから名古屋コーチンの、これ牛とビーフジャーキーみたいな感じなのかな。それからこれ紀ノ国屋。紀ノ国屋、紀ノ国屋っていうスーパーマーケット、ちょっと高級なスーパーマーケットの飴が売っていたり、クッキーがこんな可愛いバッグに入ってるね。お土産にもいいですね。電車の駅にあるのでね。あとコーヒーでしょ。コーヒーがあったり、ちょっとしたこれはチーズ、おつまみのチーズスティックが売っています。そしてここはカステラみたいなのもありますね。あとはあられでしょ。おかき、ライスクラッカーですね。おかきもあります。あとはおせんべい、エビせんべいみたいなのもありますね。これでしょ。それからロフト。ロフトはロフトって食品も売ってるのね。このラーメン、カレーラーメン、スミラーメン、全国のラーメンが、売っていますね。そしてこれマヨラーメンだって。マヨラーメンでしょ。インスタントラーメンが売ってるね。ほとんど牛タンラーメンとか、ほとんどインスタントラーメンばっかりですね。これはね、ロフトの自動販売機はインスタントラーメンばっかりですね。これね。そして成城石、成城石スーパーマーケットの自動販売機で、スパークリングのドリンクね、ピーチとかザクロがあったり、オレンジがあったり、これこの生姜のジンジャーエール、これが有名なんだって。成城石井のドリンクね。あとは普通に緑茶、まあ値段は170円130円、お水は130円ね。なんか美味しいお水。あとジャスミン茶とか、まあ値段は170円とか、ね、160円。ちょっと電車が今音がするけどね。オーガニックのハーブティーとかも売ってますね。こんなのが売ってます。では最初の名鉄商店ね。名鉄商店からは、抹茶のデザートにしましょう。これです。6番で、ここをタッチ。抹茶ね。抹茶です。では紀ノ国屋からはこのチーズスティック黒胡椒、これにしましょう。35番購入。これをこれもタッチタッチ、これタッチタッチ、ピッ。ありがとうございました。おー、行きました。おー、あ、なんかちょっとね、冷たい感じ。これね、チーズスティック。ではロフトのラーメンのからは、このマヨラーメンが何かね。11番を買いましょう。11番ね。それで購入、パーチェス。でここで、一回上がってくる。よいしょ。マヨラーメンで、この石井の自動販売機からは
この石井のジンジャーエールが有名だそうで、これでも270円もするね。こっちは170円でしょ。生姜力が強いこのジンジャーエールにしましょう。270円を押してから、あ、出た出た出た、これですね、270円。でもちろんキャッシュも使えます。キャッシュと交通カードが使えます。ではこれを開けて飲みますね。今電車がこれなんで飲みますね。電車の前で、生姜10倍、めっちゃ苦い、めっちゃ苦いです。10倍の生姜が入ってる。でもね、やみつきになりそう。で、今度はここが名鉄のデパートの前なんですけど、なんかね、こんな自動販売機もあります。じゃん、名鉄観光サービスが作ったチケットが入っている自動販売機で、いろんなこのスイーツを楽しめる冷やしスイーツチケット、いろんな場所に行ってスイーツを食べてくださいということで、2000円のチケットが入っているという自動販売機ね。なんかチケットじゃなくて箱に入ってるからね、なんか食べ物かと思ったら、チケットの自動販売機でした。スイーツ券が入ってます。で、帰り道、喉が渇いたらもう一回飲みましょう。さっきはホームだったからね。生姜、レモン果汁、二酸化炭素と書いてある。砂糖は入ってないと思う。だから喉がヒリヒリするぐらい、でも美味しいです。あ、桜の木ね、夏はこんな風にセミがいっぱいです。さあ、最初に買った名鉄商店の抹茶、抹茶のタルト。抹茶のタルトはこれです。きちんとね、箱に入ってるから、ね、形がそのままで、あ、抹茶のチョコレートがかかってます。抹茶チョコがかかってて、うん、中がタルト、キャラメルとなんかクッキー生地が入ってる。おお、クッキー生地でアーモンドもねついてるんだけど、美味しい。中にはなんかね、チョコレートのクッキー生地が入ってるんだね。抹茶とチョコレート合うからね、美味しいです。それと、そうそう、紀ノ国屋っていうのはすごい有名なスーパーマーケット、ちょっと高級なスーパーマーケットなんだけど、この焼きチーズスティック、黒胡椒味、甘いのの後は黒胡椒、柔らかい。これチーズスティックだからカリカリかと思ったら柔らかい。うん、チーズの味がすごい。でもそのチーズそのものではないのね。まあスナックとしてもおつまみとしても美味しいね。これ止まらない、やめられない、止まらない。で、このマヨラーメン、ロフトの自動販売機にあったマヨラーメンは中身がインスタントラーメンだから、こう麺が入ってて、スープ、これね、スープと、あと粉末のマヨネーズだって。マヨネーズの粉末、パウダーマヨネーズが入ってて、あとこのなんか具が入ってるんだって。ちょっと今ラーメン作ってきますこれがマヨラーメン。火薬はね、キャベツとかコーンが入ってて、最後にマヨネーズの粉末を入れました。マヨーラーメンわー、インスタントラーメンねうん、普通の豚骨スープ
ープ多分ちょっとスープ飲んでみるけど、あ、普通の豚骨スープの、うん、ラーメン、インスタントラーメンなんだけど、やっぱりねマヨの香りがプーンとする。そんなにマヨマヨをしてないけど、こんなキャベツも入ってる。あ、キャベツはね本当にキャベツの味。久しぶり。うん、麺も美味しいし、これ結構ね美味しいかも。いろんな地方のねラーメンが入ってたよね、あの自動販売機に。あ、スープが美味しいかも。さてデザートのベンディングマシンですよ、見てください。カスタードタルト、ブルーベリータルト、リンゴのタルト、そしてチョコチョコガトーショコラにさつまいもタルト、ピッピッシュです。あ、ウェイ、準備中です。It's very popular. Next time. まあ自動販売機たまに失敗もありますけど、今日は、新しくねプラットフォームにできたお店の自動販売機を紹介しました。まあ、お土産とかね買い忘れた時とか便利ですよね。では見てくれてありがとうございます。あ、前回の、ギブアウェイの当選者はディスクリプションに書いておきます。私のメールにアドレスを送ってください。また次のビデオでギブアウェイしますね。 Thanks for watching!